隠し場所。おい、どうすんだ。行き先を喋られてるぜ。高速艇で先にカプリ島に行って待ってる。マリーナグランデに入港しろ。アウト。いや、そいつは筋金入りのギャングだ。口を割らせるのに時間がかかりそうだ。無線の男は完璧にズッケーロに何かあったと思うに違いない。誰かが先に上陸してその男を探して始末すればいい。もちろん僕のスタンドだから行くのは僕です。だが惜しいことにそいつの顔も名前もお前は分からない。その魚はよ、何人まで引っ張れんだ。ジョルノ、実際到着する観光船を待ってる人たちなんでしょうけど、もうとっくにお昼の時間を過ぎてるぜ。本当ならそこのレストランに行きたいところだが、なかなか港に来ないラグーン号を怪しんでズッケーロに何かあったと感づくかもしれないんです。飯食わせろ。ほーら、みんなお弁当だぞ。俺はエコひいきしねえように気ぃ使うぜ。みんなお昼寝は仕事が終わってからにしてくんねえかな。仕事終わったらごちそうだ。やる気出すぜお前ら。ラグーン号のズッケーロ様から無線が入っております。ジョルノ、監視小屋に近づいてくる者がいたらそこから合図しろ。いえ、誰も動きません。いる。なんでだ。まずいぞ。あの小屋、裏口でもあるのか。ドイツだ。ドイツがこの小屋に向かってくるのだ。こいつは確かブチャラティンとこの。でももし気に触ったんならよ、今忙しいんでよ。しかしでかしたぜピストルズ。ジタバタしやがって。もし隠れるとしたら、まあ近づいたところでこの俺がやられるわけはねえが。くそ、まずいぜ。俺はまだ奴の顔は見てねえ。グイード・ミスタの人生観は少年時代から単純に生きるというものであった。時にはコテンパンにやられ警察に止められたりしたこともあったけれど、ミスタが17歳になった時、ある出来事に彼は学ぶ。残念、用事あるから。じゃあ、おう。いや、離せよ。シンプルな性格ゆえに体が自動的に動いていた。んで、クンジャリ、これどうなってやがる。めちゃくちゃ悪気。何が。ミスタはどうしようもない状況で暗闇を切り開く覚悟をしたのだ。殺すつもりはなかったけどよ。かわいいことやってくれるじゃねえかよ。ミスター、弾きの弾なんざ叩き落とすのはそんな難しいことじゃない。これで安心してお前をぶちのめせる距離まで近づけるってもんだ。考えてみろよ。なんで俺が玉切れのことをわざわざ親切に教えたと思う。さっき野郎がスタンドで弾いた弾丸だ。固定されてるように空中にピタリ止まって。実を言うとな、ミスター、お前が俺を襲ってきてくれたのは嬉しいことだぜ。情熱を持ってブチャラティの野郎から100億を奪ってやれるぜ。まだギリギリかわせるぜ。よいしょ。僕のためだ。てめえは逃がさねえ。野郎を倒す方法はある。敵とミスターは車に乗って島の上の方へ向かったんだ。そんな数鉄砲に込めるなよ。いいことないぜ。俺はお前に危害は加えねえし、連れてってくれりゃ礼もする。いいな。ここは奴の顔も正体も見たことだし、危険を犯すことはねえ。おい、止めろ。今度は何ですって。ごめんだよ、トラックを早く止めろ。お前は決して逃がされずミスター。やってやるぜ。そして解除する。何 SOS のモールス信号を打つみてえにな。
残り一発になっちまったが、最悪の事態は乗り切ったっつうことだよな。余裕で防御する距離がある。どうせバレるから今のうちに言っとくぜ。おめえが今弾丸を何発持ってようが俺には関係ねえさ。任せろ、行くぞ。狙いは一つだ。